こんにちは、国際魅力学会のマダム美智子です。ここのところずっと国際的なちょっと政治の絡んだ経済も含んでいろんな難しい問題を伺ってきたんですけど、ね、今日はとてもロマンチックなお話を飛び剣先生から伺えるようなでございます。雑学千夜一夜また始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、飛岡です。どんなお話を？そうですね、今日はね、ちょうど今月のもう少しなんですが25日からイタリアに行くんですね、いいですね。で、まあ、イタリアで何をやるかって言いますと、まあ、主たる目的っていうのは、そのメジシケというですね、ある意味で言うとその中世ルネッサンスの頃ね、これの一番 その中心地がフィレンツェだったわけですね。でそこではもうそれこそレオナルド・ダ・ヴィンチだとかミケランジェロだとかね、まあ、ラファエロだとか、それ以外にもいろんなその素晴らしい、まあ、ダンテが出たりとかね、我々のそのよく使う君主論を書いたマキャベリだとか、そういった人たちが続々と出てき てきた、そしてさらに、ガリレオ・ガリレイだとかニュートンだとかね、そういった人たちもどんどんそれに続いていくわけですよね、まあ、そうまさにその中世イタリアという、ね、ものの中で一番その重要な役割を果たしたのはメジシ家という家なんですね。でその前には、まあ、ハプスブルグというね、これはまあスイスの小さなところの、あれが、まあ、東ローマ帝国の皇帝になったわけですね。まあ、そこのあれでもって、まあ、それから第一次大戦までハプスブルグがずっと続くんですが、このハプスブルグとも実はメジシ家というのは縁を結ぶんですね。でそのメジシ家が、まあ、それこそ素晴らしい別荘をたくさん作ってきたんですよね。でもメジシ家自体は実はその1743年に、最後のそのメジと言われている女性が死んだんですね。でその死んだ時に自分の全財産を、フィレンツェに寄付をした。でその時の寄付をする時の条件は一切寄付をしたものをフィレンツェから外へ出してはいけないという条件で全部寄付したんです。それこそその素晴らしい建築からね、彫刻絵画、あるいはその文学、あるいはその当時流行ってた新プラトン主義で言ってね、まさにプラトンのアカデミア、こういったようなものを作ったりとか、いろんなことをこうしたわけでありますけれども、まあ、そのメジシ家がね、たくさん作った別荘の一つを今回借りて、そこでその宿泊をして、そこで日本から30名ばかり行って、もう世界の最たる音楽家をたった30名のために呼んで、そのメジシ家の素晴らしいコンサートホールを借りて、それで演奏していただく。素晴らしい。からメジシ家が作っているそのワイナリーの、ワインを割りしたりですね、そのワインと同時にイタリアの最高のイベリコ豚の中でも最高のやつをですね、まあ、呼んで調理をしてもらったりとか、いろいろそのやって、それで、まあ、約その1週間今日楽しんでくるという、まあ、そういう意味合いで言うとそのメジシ家をね、その生んだですね、フィレンツェという町なんですけれども、このその町というのはですね、多くのその国の中で素晴らしいその街が廃墟になっていることが多いじゃないですか、そういう意味合いで言うと例えば日本の京都も廃墟になってませんけどね、このフィレンツェっていう街はもう街全体がそのまま保存されているという、なんか映画やなんかでしかわからないけど華やかな、まあ、それこそそのだから中世ルネッサンスの香りをそのまま残しているわけですよ。いや水を集めたというよりも中世のそのヒューマンレッサンスの頃のあれがそのまま残ってる街がフィレンツェなんですよね。つまり戦争にも、そうまさにそこは重要なところなんですね。でまさに普通はですねフィレンツェっていうのはこのイタリア半島がありますね、そうすると北の方にミラノがあるじゃないですか。でミラノからすぐ下の方にこう降りてきた、地中海側のところに、ピサというのがあって、そこからアルノ川という川があってね、その上流にあるのがフィレンツェですね。からフィレンツェのもうちょっとこうアドリア海の方に行きますとね、ちょうど三角形のところあたりにあるのがベニスですね。それからそのイタリア半島をずっとこう降りてくるとローマがあって、でそしてその先にナポリがあるわけですね。でそういう意味合いで
そのフィレンツェっていうのはイタリアその中域における、ね、主要都市の一つだったわけですよね。でそのフィレンツェの中で実はそのメジシケっていうのがね、うん、出てくるんですが、このメジシケというのは最初の頃はですねあまりいいファミリーじゃなかったんですよ。ファミリーとして、ファミリーとしてはかなりですね、力を持った、たくさんの力を持った人たちの一人だったわけですけどね、だけどものすごく荒くれ者が多くて犯罪歴が多いようなあれだったんですね。しかしながらそういう中でやはりあるところからこのビットというね、そのメジシケの重要な役割を担ったコシモっていうのがいるんですが、それのお父さんですね。で、それからそのコシモの下にピエロという子供ができるんですが、これと、もう一人そのピエロの子供ができるんですが、その4人が一番中心的な役割を担うんですよ。それで、メジシケというものが何が一番重要かといいますと、フィレンツェというのは大体商人の町と言ってもいいかもしれませんね。で商人の町ということは大阪で言えば堺みたいなところでしょうね。でそういうところで商人というのは大体情報をたくさん持っているわけじゃないですか。でそれでどちらかというと全員参加で政治をやるような町だったんですね。ある種 その理想的な共和制のように考えられる都市であったんだけど、実際はそうじゃなくて権謀術策の町なんですよ。だからマキャベリみたいな君主論というのは生まれてくるわけでありますけれども、そういうふうな中でだんだんその、メジシケというのが頭角を現してきてね、それでその町全体をこう、支えていく、統括していくんですけれども、それだけではなくて先ほど言ったようにフィレンツェというのはこちら側にミラノがありますね、からこちら側にローマとナポリというのがあるんですよ。で昔は統一イタリアじゃありませんから、それぞれの公国があって、それぞれが激しい戦いをやってたんですね。でしょっちゅうこのミラノからやられて、スフォルツァ家っていうのがあるんですが、それがこうね、襲ってきたりとか、ナポリからこうやられたりとか、から実はこのローマっていうのは一番重要なのは何かというと、ある意味で一番力があったわけじゃないですか、古くから栄えてね。でこのフィレンツェっていうのはローマの娘とか小ローマって言われてます。例えば日本で言うならば京都って言っているのは大京都ですね、それに対して小京都っていうのは金沢だとかいくつかこうあるじゃないですかね、と同じようにこのローマがあってそのこちら側にある小ローマとか、ローマの娘っていう言葉で表現されてたんですが、でここはですね大体1100年ぐらいからですかね、このだんだん一つのフィレンツェという形を取ってきて、でそれでその頃からメジシケの先祖たちもこう活躍するんですね。でそういう状況で一番その、メジシケの基盤を作ったのは15世紀1400年代からなんですよ。で最終的に、1743年にこの最後のね、先ほど言った女性なんですけど、その最後の明治っていうのが亡くなるわけですけど、実はね面白いのはね、1743年っていうのは例のロスチャイルド、これの初代のマイヤー・ミシェル・バウアーっていうのが生まれた年なんですよ。で明治が最後のその明治という人が死んだ年とロスチャイルドが生まれたのは季節同じなんですね。そういうその話はまたいいとしまして、そういう中でその非常に何て言うんですかね、商人たちがこう集まって、でそこの中で、こういろいろな人たちが登場するわけですけれども、やはりそこの中で一番重要なのはやっぱりキリスト教だったんですね。そのキリスト教というものがあって、特にギリシャ正教と、それからローマカソリックというのがあって、これが2つが融合した町が実はこのフィレンツェなんです。でその役割を非常に担うのがこれもまた明治しちゃったんですね。それでその頃の明治試験がこう成長してくるときに一番重要な産業は何かっていいますと、一つは毛織物、毛織物業があって、からそのしばらくすると今度ですね、アジアから持ってきた絹っていうのをフィレンツェ周辺で
作り出すんですよ。なるほど。絹織物業。じゃあ織物で、うんうん、それで非常に力をつけるんですが、うん、まあ、それ以外にも科学的なね、そのものをやろうとすると妙盤っていうね、ああ妙盤、はいはい、これが非常に重要なんですけど、まあ、そういうものも手をつけて、目地しけがやらなかったビジネスはないって言われるくらいです。へえ。時々言われるのはその最終的にジラフ、キリンまで輸入したっていう、へえ、まあ、そういうあれなんですよ。で、商社に長けた人たちも育ってたってことですね。そこでね、一番その明治試験が大きかったのは何かと言いますと、これよくバンクオブバンクって言われるんですね、はいはいはい、その明治試験はそのフロリーネという、ね、うん、要するにあの花の貨幣とこう言われますけど、まあ、花の金貨と言ってもいいかもしれませんが、うん、それを出して、で当時そのヨーロッパ中で交易が発達をするわけですね、うん、そうするとそのフィレンツェっていうのはアルノガっていう下っていくのとピサというね、はい、港町があって、はい、でそのこっちには交易で有名なジェノバがあるんですね、うん、でそういうふうな意味でフィレンツェっていうのはもう交易が非常にその盛んになるわけです。あ、ジェノバってね、はい、有名ですね、はいはい、でそのフィレンツェが交易が盛んになってくると、うん、当時のヨーロッパっていうのはみんな小さな国からの間ってだからね、うん、でその小さな国の中で何が重要になってくるかっていうと、結局貨幣を交換しなきゃいけないから、はいはい、でそうすると今の、世界の基軸通貨がドルでしょ、はいはい、でそれに当たるようなものが欲しいわけですよ、うんうん、でそれが実は明治時代が作った、ね、花の貨幣と言われてきます。あ、これが当時のその基軸通貨みたいになるわけですよね。それによってまさにバンクオブバンクってまさにその時代の中央銀行ですよ。そういう明かりを明治試験が担ったわけですね。で明治試験自体はだから そういう意味合いで言うとそのフィレンツェだけではなくて、まさにそのピサにも、ね、このジュラルにもローマにもいろんなところに視点を出していくわけですね。でその中でも一番やっぱり重要な視点というのはローマだったんですね。なるほど。うん、ローマ教皇庁の金庫版みたいなものだった。ね、でロシアイドがですね、ヘッセン公国というところのね、金庫版になったと同じように、この金庫版になって全部お金の出入りを管理するわけですよ。でそれでものすごく儲けたわけですね。まあその皆さんね、今テレビ見てる方は一度その、フィレンツェのね写真を見ていただいたら分かるんだけども、もうまさにその中世ルネッサンスの絢爛豪華なね、まあ、先ほど申し上げたように、まあそのミケランジェロだとかレオナルド・ダ・ヴィンチだとかね、はいはい、それからダンテが出てきたりとかね、はい、からマキャベリが出てきたり、それからその明治式そのものが実はガリレオ・ガリレイ、はいはい、ね、これを面倒見てたんですよ。ガリレオ・ガリレイはやっぱりその、天動説ね、地動説で、うんうん、要するにキリスト教というのは地動説だったんですね、はい、それを天動説をやってやっぱり迫害されるんだけども、ね、それをカバーするのも明治式だったんですね、うん、まあ、いずれにしましてもその中世ルネッサンスの中心がフィレンツェであり、その中心になる家が明治式だったんですね。その明治式の、まあ、場所を借りて今回は、すごいコンサートをしてきますと。名前だけは知ってるけど、大体みんなまあ海外旅行と、まあ、ローマだとかナポリだとか、うん、ね、そちらの方に、まあ、私もそうでしたけれども、ですから最後にね、一言をその申し上げたいのは、まあ、建築であれ絵画であれ彫刻であれ、それを本当に味わおうと思ったらば、ね、それの生まれたところの地形だとか、ね、時代だとか歴史だとか、そういうその一つのものをしっかり知ってないと味わえませんよと。そうですね。だからその美術館博物館っていうのはある意味で言うと、なんかこう寄せ集めじゃないですか。ね、本来それが生まれた、ね、必要に応じて生まれたところにあるものが本当の私は文化だろうと思うんですが、まあ、でもそうやって寄せ集めでも大英帝国泥棒博物館と言われているように、ね、ああいうところに持っていかないと、そう、彼らが何て言ってるかと、俺たちがこういうふうにしなかったら今頃こんなものなくなってるよと、これも一理あるわけですけどね。でも本当に重要なのはもともとそれが生まれたところ、例えばミケランジェロやダ・ヴィンチがいたし、でそれがいやどういう地であってどういうふうな考え方を持って、そこの人たちは生きてたか、そういうものの集大成が絵になってくるわけですね。
まあ、それをの歴史がわからないと、うん、絵の価値はわからないですよね。いや素晴らしい。今日はもうアーティスティックな芸術のお話を伺いましたけれど、ちょっとね旅心がつくようなお話でございましたけど、皆さんはいかがでしたでしょうか。今日も先生楽しいお話ありがとうございました、これからまたちょっと形を変えて、もう先生ご自身がめたくさんの本を書いておられるので、そういうお話を抜粋しながらの番組も広くなっていきますので、私たちはちょっと控えまして時々出てきましてっていうようなことで、どうぞ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。